こんにちは。本日は2020年の1月の、12日で、ただいまの時刻は午後3時48分です。もう結構遅いんですけどね。今からコンタクトレンズをつけて、まあ、なんでこんなやってるかというと、昨日も一昨日もなんかほぼ徹夜みたいな感じで、仕事が忙しすぎてですね、もう疲れきてたんで、家で寝てたんですよ。で、寝ながらまあ簡単な仕事とかやってたんですけど、ずーっとやっぱ家の中にいてね、日の光を受けずに生活してると、なんかこう体がなまってくるし、全然寝てない、その後長く寝たみたいなのって、もうなんか体のリズムがめちゃくちゃになっちゃうかなと思うんで、ちょっとね、出かけようと思います。まあ、せっかく大都会東京に住んでるんだから、まあなんかいろいろある私の知ってる店とかに行って美味しいものを食べてブラッと見物してくるお散歩小旅行みたいなね、そんなにお金かけずに、行ってこようかなと思いますね。やっぱこう日曜日とかでね、こうもうこういうこと結構あると思うんですよ。東京に住んでる方とか特にね、もうなんだこれもう夕方になっちゃったよ、夕方からブラッと出かけるっていうのもいいじゃないですか。で夜そんなに遅くならないぐらいで帰ってこようと思います。冬の1月でございますんで、もう暗くなってるんですけども、後ろが飯田橋駅ですね。飯田橋に来ました。なんか最近新しく飯田橋駅作るみたいで、裏ガチャガチャ工事してるな。飯田橋駅がこんな場所も変わるとは知りませんでしたね。おー、今ちょうど中央線の、なんでこの電車走ってんだ。あら、この電車引退したはずなんだけどな、おかしいな。ちょっとこれ旅行チャンネルなんですけど、これ多分新宿さざ波号ですわ。違うかな。あ、臨時って書いてあるからなんだかわかんないんですけど、へえ。ね、急にカメラ回し始めたらいきなり珍しいのが来るという運の良さを引き当ててしまいましたけど、これがですね、右側にあるのが今度新しくできる飯田橋駅。この場所にできちゃうのか、前の飯田橋駅の方が好きなんですけどね、なんでそうなのか後でお話します。後でというか鉄道チャンネルなんか見てくれたら、どっかで話すかもしれません。向こうに見えてるあれが理科大ですね。でちょっとね、神楽坂に行こうと思うんですよ。すごいもう私がお金なかった時に、初めてもらったですね、案件が、この先の神楽坂で、まあいろいろ撮影とかもしたんですけども、その時にね、お食事を確かご馳走していただいたな。ただね、もう行き方を忘れちゃったんですけど、なんかこういう石畳があったの覚えてるの、こんな道だったかな。とりあえず行ってみよう。あ、そうそう、ここだった。あ、なんかこう、中からいい肉を焼くような匂いがしてきますけどね。これね、すごい安いんですよ。これ2500円ってことですよ。でもこれで2500円ですからね。私確か1000円だか1350円だかで食べ、あ、これだ。ここのね、梅を前に食べたんですけど、梅が美味しいんですわ。竹松も今だったら食えるな。当時は、日給がね、もう多分5000円とかだったんで、梅しか食べられなかったけど。日給5000円って変なこと言っちゃった。月給5万円ぐらいでしたね、当時はね。なんか知らないですけど、美味しい割に異常にこう安いんですよ、あそこの店はね。最後お茶漬けを作ったわけですが、美味しすぎてね、早く食べたくてわさび入れるの忘れてしまいました。入れたらもっと美味しかっただろうな。店の名前ですけど、和牛贅沢重専門店とか書いてある割に値段は全然贅沢ではないんですが、昭山亭というところです。昭山亭という店は多分系列店でこの神楽坂に3つありますけども、この道沿いのところだと覚えておいて、まあ東京来たらですね、ぜひ神楽坂にホテル取って泊まるとかいう方もいると思うんで行ってみてください。いつでもあの値段で、ランチタイム限定とかの値段じゃないからすごいですよね。で今度は地下鉄に乗ります。ちょっとだけ移動しますが、南北線に乗って目的地は1個お隣の後楽園なんですけど、地下鉄ってね、運賃が高いんですよね。だから3回くらい地下鉄に乗ると大体元が取れるという24時間券で便利なものがあります。これね、1日乗車券じゃなくて24時間券なんですよ。で、私は明日はもう一回ちょっと明日の朝ね、地下鉄に乗る用事があるんで、今日の東京観光と明日の地下鉄の用事、仕事も済ませられる。だから、すごい元を取りやすい切符なんですよね。もう、これ神ですよ、この切符は。これ自動改札に入れると、時間が表示されて、明日の夕方の5時まで使えるということになります。で、後楽園駅っていうのは東京ドームの最寄り駅なんですけど、そこに行くんではなく、この文京シビックセンターというよくわからないところに行きます。ここはですね、東京都文京区の市役所ではないんですけど、まあ、そういう公的なものがいろいろ入っている高いビルなんですが、一番上が展望台になっているはずです。確かそうだったな、ちっちゃい時来た時は。案内図を見ると、あ、25階か25階に展望ラウンジっていうのがあります。ただだったと思うんですよね、確か。文京シビックセンター最後に来たの5歳とかの時だと思いますけど、当時は見えなかったスカイツリーがありますね。うちの母とね、都営三田線に乗ってどっか出かけようってんで春日駅で降りてこれ見に来ましたよ。
で、ここはもともと後楽園駅というふうに言ってたわけですけども、まあ、下を見れば、東京ドームシティっていうのかな、後楽園遊園地ですよね、要するにね、それがありまして、さっきはジェットコースターも通ってたんですが、この観覧車の中をぐるっと逆向きになりながら通り抜けるというのが名物です。なんかここは安全対策に一時問題があってね、人が亡くなる事故を起こしたりとかしてましたよね。私はそのイメージが強いですが、向こうに見えているのが東京の中心部、まあ、大体は千代田区の高層ビル群で、ここの下が確か東京駅なんじゃないかな。そうですね、あれ。でもこの文京区周辺は東京の地理的にはかなりど真ん中でいろんなものが来るようなところでもあるんですけど、道もですね、車が忙しく通ってますが、まあ、その割には建物はそんなに高いのがなくてね、地価も高いはずなんですけど、昔からのお家が並んでいる、なんとも東京の中では私は変わった場所っていうイメージですね。文京区といえば東大がありますけど、まあ、東大があるからか分かりませんが、教育に力を入れている街としても知られています。で、この文京区の真向かいが台東区なんですけども、こちらが上野ですね。上野駅が見えてるわ、上野駅の丸い、そうですね、これね、いや懐かしい、秋葉原とかもどっかこの辺にあると思うんですけど、これはあれですね、スカイツリーのちょうど根元のところ、隅田川沿いにアサヒビールの本社ビルがあって、これは有名なうんこビルというやつです。文京区ってのは高い建物がそんなにたくさんはないんです。その中にこう立ってる独立法的な文京シビックセンターの上から見ると、あそこあれがあの街か、見て面白いんですよね。ヨドバシ秋葉と書いてありますね、ここね、AKIB までは見えますが、マルチメディア秋葉原店で、ちょっと右の方を向くと、これは多分東京医科歯科大学ですね。ここはお茶の水、遠くから見ればすぐぴったり隣り合ってくっついているように見えますが、歩いて言えば、まあ、15分ぐらいはかかる距離です。千代田区から港区方面の一番いい景色が見られないかなと思ったらですね、こちらの面はレストランになっておりました。飲み物だけでから行けるのかな。おお、明日1月13日月曜日は成人の日ですからね、もう準備もしてあるわ。こんないいところで成人式やるんだな。結局ね、レストランはもう予約で窓際がいっぱいということで行くのはやめたんですが、あそこに丸の内線が走ってますんで、じゃあ今度また別のところへ行けばいいですね。電車に乗ろうとしたらね、階段に落とし物があったんですけど、これ全日空の千歳空港の地上係員の方からですね、何々さん世界中回られていて羨ましいです、また北海道お越しください、このビリビリに破って落ちてます。まあ多分ちぎれちゃったんでしょうね、これ。地下鉄に乗ったら見たことないような広告装置がありましたけど、でもまだ試運転って感じだな。東京メトロの広告しか流れてないですもんね。逆にこんな電車の広告ばっかり東京で流れてるってのも面白いかもしれません。ちょっとね、間違えて逆向きの地下鉄に乗ってしまいました。もうこんな電車乗りまくってる私もたまに間違えちゃうことがあるんですね。結構地下鉄は逆向きに乗ってしまうってことをやります。で、さっき銀座にでも行こうと考えていたんですけど、やっぱり考えを改めまして六本木に向かうことにしました。ドアが閉まります。すいません、ホテルオークラの最寄り駅が六本木一丁目駅だったんですけど、それでも間違えまして、全然この近くに六本木ヒルズなんかないですね。もうタクシーしかないな、これは。南北線ってなんか結構道がこう深くまで入ってるから大変ですよ。すいません、こんにちは。すみません、六本木ヒルズまでお願いします。六本木ヒルズはね、今まで2回3回ぐらい仕事で来たことはありますけど、遊びでってなると本当ちっちゃい時以来かな。これですよ、六本木ヒルズの展望台で景色を見ようと思ったんですけど、なんかね、今日は展望台に行くとその料金にプラスして六本木ヒルズで結構本格的にやってる鉄道展が見られるって言うんですよ。私鉄道マニアですから見に来ました。これ昔の上野駅の中央改札を再現してるみたいですね。今も上野駅の中央改札行くと上から列車のね、高崎行きや南蛮線とかそういうのが出てますけど、まあなんとなく何がしたいのかは分かります。まあ本物とはちょっと違うけど、それ再現だからそこまで行っちゃいけないな。
あと鉄道関連の展示はもうひとしきり見終わりましたんで、東京タワーの方、東京タワーね、ほぼ上から見下ろすことができるってんで、とてもいい場所だなと来たんですけども、今変な色になっちゃってますよ。さっきはもうちょっと綺麗な、本来の東京タワーの色になってたんですけどね。頼むから元に戻ってくれよと思うんですが、こんな、あんまり変な色で塗らなくてもいいと思うんですけどね、電気代の節約なんだろうな。千代田区中央区越しの東京スカイツリーも見えます。これ下の方はライトアップしてないもんですから、空の上の方にああいうのが浮かんで見えるようにね、これ多分向こうが考えてライトアップしてるんだと思いますが、これはなかなか品がいい。東京タワーもね、もうちょっとちゃんとしてくれよと思うんで、まあ、ただなんかこれもライトアップにはそれぞれ何か意味があるんだそうで、このカラーリングももしかしたら何か近頃のイベントを考えてやっているのかもしれません。ビルだらけでよく見えませんけど、東京港も一緒映っています。その奥も東京湾でして、多分あれが葛西臨海公園の大観覧車、その裏には東京ディズニーリゾートがあるはずですが、ここからでは見ることができません。色変わんないのかな、ショックですよ、こんな色にさせられちゃって。大変残念なんですが、東京タワーはね、多分土日祝日毎週やってるんだと思いますけど、20時以降は独特の色のライトアップがなされるんだそうでして、つまりもうオリジナルの美しい色を本日取り戻すことはないということです。残念でならないな、さっき素晴らしい景色だったから撮っておけばよかったよ。それからあとは沖に羽田空港が見えます。それ以上のことは見ても特に何もわからないんですけど、もういつも朝早くとか夜遅くとかそういう時間の飛行機しか最近乗ってませんので、疲れ切ってるそういう場所というイメージですが、飛行機がいっぱい鈴なりになってますね。飛んでった飛行機と着陸する飛行機が少なくとも3つ並んでいるのが見えます。4つ目は滑走路にいるのかな。で、六本木ヒルズを出ようと思うんですけど、形が複雑すぎてね、どうやって住めばいいのかよくわかんない。駅が周りにいっぱいあるんですね。とりあえず日比谷線の六本木へ行くには、ここからこういう感じで行くのかな。難しそうですね。なんかこの地下鉄の案内図を見ると、六本木駅はまあ近くにあるのはともかく、麻布十番の方が近かったんだな。さっき六本木一丁目駅で降りたんですけど、一個隣の麻布十番で降りるという選択をすればよかった。私もまだまだ東京のことは何も知らないですね。最後はですね、夕飯も食べようと思いますが、次の目的地は北千住。はい、着きました。ここが東京足立区北千住です。北関東の玄関口でもあるし、乗り換えの巨大ターミナルですね。利用者も非常に多いところ、おそらく東京足立区で一番栄えているのはここなんじゃないかなと思うんですが、まあ、よくですね、北千住といえばセットで言われるのが、足立区全般的にそうですけど、治安が悪いということ。駅前を見れば早速レイクプロミスアコムと消費者金融のサンセット団子三兄弟が並びます。借り換えができるんで、レイクの債務を、プロミスで借りてレイクに返して、で今度プロミスが溜まって期限になったらアコムで借りて、プロミスに返すということをやって、回しやすいように、消費者金融ってのは3つまとまって入ってるらしいですね。まあ、これは北千住特有のことではありませんが、駅前も都会的に見えるんですけど、見るとこの蕎麦屋とかね、一体いつから作ってんだみたいな、これ多分木造ですよね、白く塗ってるからよくわかんないけど、そういう建物が意外と多いところです。で、駅の周りもですね、なんかずいぶんいかがわしい雰囲気なんですが、まあ、常磐線の私の動画見てくださった方はね、交通チャンネルで今まで何度も登場してるんですけども、この間を抜けます。あまり私行きつけの店とかないんですけど、高校の時に友達に教わってからですね、もうこれ美味しい、素晴らしいと思ったラーメン屋がありまして、昔駅前で闇市の流れを組んでたのかな、屋台でやっていたところだそうですけど、今はこんな感じで普通のお店になっています。ここからね、北千住駅方面を見ると、もう丸井がまるで地の底から見上げる特権階級の居留区みたいな、そんな風に見えますよ、この雑多な感じ。これがまあ北千住の魅力というかね、こんな大ターミナルの目の前がこんな風になってる、戦争終わって10年ぐらいしか経ってないんじゃないかみたいな、そんな雰囲気でやってるのは大したもんだと思います。お腹いっぱい食べました。私が高校生の時代の時にお金なかったわけですけど、昇龍が唯一ね、
わざわざ食事するために電車に乗って出かけると、まあ、そういう体験をした場所でもありました。まあ、旅行とかでいろいろやってたんでそういうこと他に全くなかったとは言いませんが、それだけ美味しい場所でございます。いろんな友達に、ね、勧めてもみんな美味しいというし、私もたくさんの友達に勧められて、行ったのですが、北千住の駅から歩いてそんな離れてないところですからね、行ってみてください。昇竜というところでございます。じゃあ急に終わっちゃって恐縮なんですけど、今日はね、夕方になってからもうずっと一日中、寝っぱなしで、それでもうなんか一日を無駄にしたような感じがして、これじゃ嫌だったんで一日を取り戻そうと思ってするからですね、急ピッチで東京の観光などしたんですけれども、思ったよりもねよく取り戻せました。じゃあとは北千住から帰りますんで、まあ、何線に乗るかは内緒です。別に内緒にしなくてもそんなこう私の家北千住から近くないんでいいんですけどね、終わりでございます。じゃあどうもご視聴ありがとうございました。